ギルバート・スチュアートによる肖像画1785年作。初代シドニー施策、トマスタウンゼンドは、グレート・ブリテン王国の政治家、貴族、ホイック等に所属しており、内務大臣、貿易、宅職委員会会長を歴任した。内務大臣の在任中に、ニューサウスウェールズにおける植民地建設計画を支持し、現ニューサウスウェールズ州の州都シドニーは、 シドニー一尺にちなんで名付けられている。トマスタウンゼンドとアルビニアセルウィンの息子として、1733年2月24日に生まれた。1748年よりイートンカレッジで教育を受けた後、1750年7月2日にケンブリッジ大学、クレアカレッジに入学、1753年に MA の学位を習得した。 1754年イギリス総選挙で母方の家族からの指示を受けて、ウィットチャーチ選挙区から出馬して、当選、政界入りを果たした。保育党所属の家系で育ったため、タウンゼンドも保育党を支持し、1755年頃には、王大使、ジョージの家政部門で、秘書職に就いた。1760年に当時政権を担っていた大ピットより、 クラーク・オブ・ザ・グリーン・クロスの任命を受け、賃金が年1000ポンドに増えた。しかし、最後まで第二次入荷する公爵内閣を支持したためいわゆる国王の共にならず、ビュート伯爵内閣が成立した後の1762年12月に、庶民院内総務ヘンリー・フォックスにより解任の浮き目にあった。クレンビル内閣期でも野党の立場にあり、1765年、 因子法案に反対して演説した。タウンゼンドは一時は、大ピットを再任しなければ、官職につかないと主張したが、第一次ロッキンガム公爵内閣では1765年7月に、下級大倉卿に就任した。大ピットが1766年に、チャタム伯爵に上され、同年に、チャタム伯爵内閣が成立した後も同職に止まり、議会でも与党の立場を崩さず、 政府の米州植民地政策を支持し、財務大臣、チャールズ・タウンゼンドが議会で植民地への徴税について攻撃を受けた時も彼を弁護した。1767年12月23日、チャタム伯爵の引退に伴い数密顧問官と陸軍支払長官の一人に任命された。1768年6月、第1、大倉卿の 第三代グラフトン公爵オーガスタス・フィッツロイがアイルランド副オークラ卿、リチャード・リグビーを陸軍支払長官に任命しようとしてタウンゼンドをアイルランド副オークラ卿に転任させたがタウンゼンドは半年ごとにたらい回しにされたくないと激怒して就任を拒否して辞任したタウンゼンドの父トマス・タウンゼンドは息子の決定を支持して息子に1万ポンドを送ったという タウンゼンドは辞任すると野党に回り、続くノース内閣でも野党の立場を維持した。議会では1769年2月にジョン・ウィルクスの議員会任に反対し、1771年4月には国王の友を批判。アメリカ独立戦争期ではノース教による戦争遂行を批判した。また、1770年から1775年頃まで、 ジョージ・ジャーメインの名優だったが、ジャーメインは1775年に第1商務卿に就任した。やがて1782年にノース内閣が倒れて、第2次六金ガム公釈内閣が成立すると、タウンゼンドは1782年3月27日に戦時大臣に就任したが、その4ヶ月後に首相の第2代六金ガム公釈。 チャールズ・ワトソン・ウェントワースが死去すると、内閣は、チャールズ・ジェームズ・フォックスの党派と、第二代シェルバーン伯爵ウィリアム・ペティの党派とで分裂。タウンゼンドはシェルバーン派に属した。この時は、シェルバーン伯爵が首相に就任したため、タウンゼンドはその後任として、内務大臣に就任、また名目上の庶民院院内総務にもなったが、実際には、与党側の庶民院対策が、 ショーピットの責務になっていた。シェルバーン伯爵内閣における最大の争点は、アメリカ独立戦争の講和であり、タウンゼンドは1783年2月に、予備講和条約を擁護して演説したが、結局フォックス派とノース派の反対により採決には、敗れた。ジョージ3世は、タウンゼンドの功労を認め、1783年3月6日に、タウンゼンドを、 グレートブリテン貴族であるケント州におけるチズルハーストのシドニー男爵に助した。爵位名について最初に先祖のアルジャーノンシドニーを記念して綴り、違いのシドニー男爵にしようとした後、家族からの反発を恐れて邸宅近くの地名シデナムも検討し、最終的にシドニー男爵に落ち着いたという経緯がある。シドニー男爵として貴族院議員に就任した後、 シェルバーン伯爵内閣の後釜として成立した、フォックスノース連立内閣には、野党としての立場を貫き、1783年12月に、ジョージ三世が内閣を罷免して第1次、ショーピット内閣が成立すると、シドニーは1783年12月23日に内務大臣に就任した。しかし、 貴族院議員としてのシドニーは一般人のレベルに落ちたと評されるほど制裁を書き、ナサニエル・ラクソールはシドニーの再任の理由がシドニーの娘とショーピットの兄第二代チャタム伯爵ジョンピットの結婚であるとした。1784年に提出されたショーピットの東、インド法案に反対したが同法により成立したインド庁の長官に就任した。 他にも1787年に、ショーピットの奴隷規制法案に反対する演説を、したなど不和が生じたため、1789年6月に、辞任した。辞任に伴い、1789年6月11日に、グレートブリテン貴族であるグロスタシャーにおけるセント、レオナーズのシドニー施釈に除され、さらに同月に、南トレント巡回裁判官に任命された。 1793年にもケント副党官の一人に任命されたが、以降政治にほとんど関わらなくなった。1800年6月13日に、治療で卒中を起こして休止、チズルハーストで埋葬された。息子、ジョン・トマスが爵位を継承した。内務大臣の在任中に、ニューサウスウェールズにおける植民地建設計画を指示し、現ニューサウスウェールズ州の州都シドニーは、 シドニー一尺にちなんで名付けられている。現カナダのノバスコシア州シドニーは1783年にシドニー一尺にちなんで名付けられている。1760年5月19日、エリザベス・ポーイスと結婚3何4帖も受けた。ありがとうございます。